番組はしがない芸人たちがあなたの願いや思いを叶えるために日本全国どこへでも全力で旅をしてきますので笑ってくだされば幸いです。前回からのミッションはこちら。旦那さんがお城がすごい好きで、うんうん、姫路城が取れたんですよ ね、取れましたわ。というわけで今回のゴリパラ見聞録は兵庫県の姫路城を激写する旅でございます。早速姫路へと向かったゴリパラ一行、車内でドラマはどういう見方をするかで盛り上がり、結局ゴリパラ的にはブサイクは主人公に投影してはいけない結論になりました。途中ゴリケンが運転を拒否するアクシデントもありましたが、なんやかんやで姫路に到着。恒例の一献ではゴリケンがどうしても日本酒を飲みたいとダダをこねてスタート。そして斉藤が娘からされた仕打ちを告白、そのあまりの切なさに僕も突っ込むことができずに前編終了。さてさて後編は。天気いいね今日も。晴れたらもうある程度成功ですもんね。そんなことない。温泉付きのホテルだったんですけど、斉藤とペペを誘ったんですよ。珍しく斉藤来てくれて、ペペ電話も出ないし、何号室だったの？俺ある程度ずっとこうやってペペって言って、いや、俺も怖かったんですよ。あれゴリさん怖いよ。他の方ペペ聞き慣れないから。今日はちょっと姫路を恐ろしいスポットが行ってみようか。朝ごはんをしっかり食べて。UFO ね。パラパーパラ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 パン。その登場の仕方武器や。おいしょ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 い。まだ開けてって。夏場来るねこれ。お前なんでまだ開けへんの？メッセージただ嫌がらせやぞ。何が何が。お前よう匂い発するよな。貴様もう窓開けることはないやろ。うん。一番うまいね地球で。くっそ。一応言っとくけど子供はあかんかもしれん。夏場はやばい。夏場。ちょ窓開けてマジで。しかし矢野やっぱ肌気にしてるよ。チョコラビフィとか野菜とか。OL やね。OL。いやマジやばいっすね。僕の場合は今日野菜からね。これ食べた後に奥に隠しますもん。唐揚げ1個買ってきました。バランスいいやろこれ。いや悪い。どう考えてもこちらが多い。台無しにしてるでしょ。これはマイゼロや。これ多分これだけでも1000カロリーぐらいあるよ。この見せてよちょっと、うん、食った後食った後見せるってなかなかないけど。どうですか。もうちょっとお腹いっぱいだな。残すなんですか。うん、それ後で食べりじゃん。これは後でスタッフが美味しくいただきます。やだよ。食べない。食べない。食べろ。食べてもう最悪。斉藤が美味しくいただきました、ね、町の品が。ん町の品が良くないですか。詰まってることでしょ。衣かな。衣唐揚げのね、うん、これああいうおしゃれさ麦わら帽子わーいいなー。いいですね。嫌いじゃない。芸人なんておしゃれな人好きなんですか。あおしゃれな人。それはあるな。それはそうね、おしゃれって大事ですよね本当に、うん、今ちょっと県民がてめえが言うんじゃねえ。いや俺はそうだよ。一団結したと思うよ。あーっつって5トップぐらいで来てるよ。もう気をつけてゴリさん。このマークってアユ。あれアユじゃないっす。あれ絶対アユじゃないでしょ。あれ神戸の奥さんかな。どうぞゴリさん見てきてよちょっと。絶対待ってこれ。気になるんだったら行った方がいいじゃないですか。フットワークって大丈夫。いや大丈夫。それにしか聞こえないし。この軽トラで追っかけてくれるじゃん。人手やし窃盗なるから。ニキビじゃないよね矢野のやつって。血にできるやつが飛んできた。それが顔面血や。ペペみたいな結構二重まぶたの人ほどねやっぱねこれから急激に老けてくる可能性あるよ。いやそうやろ、ね、昔おじさんって言われてた俺とか斉藤とかの方が結構ステイっていうパターンあるから。だから、まあ、なんで俺勝手におじさんって呼ばれてそんな別に呼ばれてたわけじゃない。巻き込まれた。違う。ケンさんが行こうって言ってる公園遠いね。どういう感じな公園。例えば石がめっちゃある。石がいっぱいある。石推しは石なの。石です。なんか石でできたオブジェみたいなのがブワーってあるような感じ。オブジェ。普通の公園じゃないってことでしょ。普通の公園じゃないね。本当の城があるよ中世の。すごいよあれ。すごいねあれ。行ってみる。ハリボテやったらどうする向こう側。だとしてもすごいよ。ゴリさんが言ってたのが多分これで謎の城があそこに一緒かな。行ってまいります許可は。これちゃんとこっちまで行きましょう、ゴリさん。はい。
行きましょうか。行きましょう。この距離だからデブなんですよ。今ここでこっちが、あ、これ全部が太陽公園だ。凱旋門とかあるやん。あ、これ世界回れちゃうじゃん。あ、やばい、凱旋門やな。凱旋門だ。ボンジュール。あれボンジュール？やばい。今どこにいらっしゃるんですか？あ、はい、パリの凱旋門になって来てるんですよ。パリに来てるんですか？いやー、もう一番思ったよりなんかこう、通りやすい通りですね。あー、ロケさん、通りやすい通りって言われるんですか？いや、だからもっとゴツゴツして圧迫感がないと言いますか、はい、通りやすいですよね、それ斉藤さん、あ、いった、やばい、これか、これマイナス、これ中継もうなくなっちゃう。二人とも中継やってるね。やってるけど、福岡でね。なくなっちゃうからやめて。やめて。これだから石でいい感じのやつ全部ここに持ってきたんだな。これメキシコ。これメキシコですって。あれちょっと似てるね。巨石人島に似てるね。似てないでしょ。あれどっち？斉藤？さあ、いや俺です。あ、こっち。全然違うし。マーライオンシャーシャー大丈夫ですか？夢の共演だ。もういいかい。マーライオンシャーシャー、はい、ありがとうございます。おい、わっ、うわすごい、すごい、これすごい、怖っ、ちょこれすごい、うわーすげえ、すごい、一人の墓でこれ、あ、要はこれすごい、見てみんな、これ皆さん、この真ん中に始皇帝が死んでる、これドミノみたいにして倒して、すごい、これはすごい、これちょっとすごい、うわ、万里の長城、こんな感じなんや、緊張するな、無人サジン。デーン！無本じゃ！無本じゃ！あ、大丈夫ですか？すいません。ちょっと強めに。気絶させたくて。俺がね、なりきりシリーズ絶対無本が受けるんだよ。わかるだろ今。さすがにもう。わかるって。全然わかる。なんかちっちゃい虫が多い、ね。いや全然寄ってこんけどね。なんか俺だけ？おい、トミさん。うんうん。仲間だと思われてんじゃないの。おい、やめろ。叩き切るぞ。天安門や広場の。あれ超リアルなんじゃないですか。おお、すごいね。すごい。あ、広場がすごいね、これリアルだね。いや本当に観光客みたいな。あ、いいね。本当中国だよ。矢野も取ろうか、これジャンプ。今ほらカメハメハとか流行ってるじゃん。行くよ、はい、せーの。ごめん、もう一回ちょっといいですか。うん、屁こきました。ビビ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 関係ありませんよね。飛んだじゃん。筋肉マンスタイルだから。審判カード。カードです。カードです。今カードです。すいませんでした。次やったらもう退場だから。力んだらおならはもうおじさんよ。せーの。おお、いいね。いいね。いいジャンプだね。めっちゃゴリさん飛んでるように見える。おお、いいね。ゴリさん超飛んでるように見える。ほら。このバックがいいよね。あの最高にいいよ。前回一武道会のバックみたいな感じになってる。いいね。ポスターだ。いや、これ。ポスター。トレーディングカードじゃなくてポスター。勝手にポスターです。俺映ってないし。ピラミッドめっちゃ来ない。ちょっといや、じゃんけんや。俺はじゃんけん。あの先に何かあるかってことですかね。うん、最初はグッ、じゃけん、ほい、よしよし、じゃけん、ほい。あ、カメラ撮って、カメラ、スフィンクスとピラミッド撮ってきて、ね、出してね。何歩いてんだよ。オカモンみたいな、それ普通やね。写真撮ってきて。ちゃんと撮れるかな。大丈夫でしょ、言ってももう40っすよ。よかった。いや、だから、まあ、撮ってきたけど、ミシミシ、おー、でっか、すごいね。やっぱ行った方がいいんじゃない。ちょっとごめんなさい、行きましょう。いや、もう俺はもう、いや、もういい、俺、初めて、まだ見てないから案内してもらって。もういや、ちょっと短い距離がいいわ。今来い、俺行きたくないっすよ。大丈夫、俺はいい、もう、もう見たくもないね。あ、来た来た来た。左手にこっから見えないピラミッドとスフィンクスがあったんですよ。俺ちょっとやっぱ見てえな。お手手なんだこれ、これなんなんこれ、このシリーズ。3往復この距離、3往復。若い、すごかったよね。え、
ありがとうございます。よかった。よかった。何回行ったよこれ。三往復しかない。あ、こっちで押さえてない？いいわもう。トミさん。いやもういい。トミさん。いいもう。長いもん行ってこい。なんで俺もいいよ。お手手はいいわ。さあ、白ですね。すごいね。お、来たよ。結構でかいわ。うわー。うわー。すげえ。うわー。これ座りたい。これ座りたい。お前写真なの？これやんの？はい。ハムないんかい。ハム様になったことないから。やべ。結構なまだってハムを。ハムをってあちょっといい。やっぱ斉藤よりは。カップがいいから。うん、お前ら苦しゅうない。斉藤。できた。どこ行ってもご飯が切れてました。モハンが切るな。モハン。モハン。ご飯です。お腹減ったからご飯じゃない。ごめんなさい。どうしましょうか皆様。どこ行きますか。ちょっと疲れたね。甘いもんでも行きたいね。甘いの行ったらお前また出ちゃうって。いや本当よ。もう本当に OL だな。皆さん気づきませんでした？お土産コーナー。トム・クルーズも買った名産のスイーツがあるんですよ。嘘つけよ。なんでトム・クルーズが。絶対嘘だ。いや本当だって。ラストサムライ撮った時にコーナーに撮ってるんですよ。ロケ地やった。ロケ地やった。お土産で持って帰ったってことはニコール・キッドマンも食べた可能性あると思う。いやあのねもう多分別れてたと思うんですよ。ラストサムライの時、まあ、ペネロペ・クルスと付き合ってたんじゃないですか。まあどっちでもいいけど。でもニコールマン・キッド。どマンを前にしちゃダメよ俺さ。中持ってきちゃダメ。ケツだから。ニコールマン・キッド。ジュニアのレスラーやん。トムがね、食べたって言うんだったら行きたいけど、もう矢野はダメよ。俺いいだろ。いや、また出るって。出るよ。でも一口、二口やったらいいじゃん。チョコ系統だったらちょっとあんま良くないね。トム・クルーズが大人買いしたんよ。そんなやつある？そうね。ぜひ食いたいでしょ。こういうの奥さんとかにさ、プレゼントする。いいね。変なの買って行ったらそれはそれで怒られるからな。いや、トム・クルーズ関係ないよ、うちの嫁は。ゴリさんの嫁からしたらただの外国人でしょ。ヒュー・グランドが好きだよ。ノッキンヒルの恋人が一番好きな。ノッキングヒル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 。ノッキングっつったらもうコンコンってなっちゃう。てめえいい加減しろ本当に。すいません。ハリウッド系ミスるんですよ。やっぱアルマゲドンのことパルパゲドンっつったんですよ。俺出したら売れるかもしれない。ゴリケンの言い間違い。小冊子でなんかイベントの時にできるから配りたいですよね。ゴリさんの言い間違い。決めくれ。神様。仮面だ。ストップ。もう喋るな。壁にかけるのと持っていかれてる。でも絶対困った人もスターだらけだからか。だから。最高かったな。カが多かった。やばいな。コンボがすごいね。すごい。歩いたけ。あれかな。ああ。すごいメーカー。余裕でオッケーやと。そう。いいですか。すいません。和製トム・クルーズが今日来てる。うん、デンジャーゾーン。あのミッションインポッシブルじゃないか。お寺で撮影があったんですが、うちの千年杉っていうのは気に入っていただいて、はい、そちらをね50本。50本。うわあ。うわあ。本当に鈴木みたい。かわいいな。これはもうトムも多分思わずワオって言ったと思う。言ったよね。周りがチョコだなって。あ、ダメだわ。いや、今ちょっと僕らは食べるんですけど、矢野が今ニキビがすごくて。はい。大丈夫かな。あ、うまっ。ワオ。あら。上品やわ、これめっちゃうまい、うん。トムこれが分かるってやっぱ。そうやね。結構あの繊細な舌してますね。うん。そうそう。なお。食べていい？いや、それはもうジャッケンしてで、でもそういうことじゃないよ、ペペお前、分からずやだなマジやまあ、そこまで言うならいいんだけどいや、その言い方ちょっときついなビジュアル担当だよ、もっと自覚持ってほしい OK? レイゴー何してんのあ、めっちゃ食べてるよ食べたの食べてない
あれ試食のやつ食べた。いや、ちょっと すいません、話した。最後にお前、茹で込みでお前なんなの。え、怒る気にもならんわ。最後試食頬張りやがって、本当にバレないと見てないと。クソ野郎だな。したけすごいな。でもちょっと、ここ結構いい情報、教えてくれましたよ。遠行寺ってとこ、ね、トム・クルーズさんも、黒田官兵衛もロケ地で、ちょっとダメ元で行ってみようかみたいな。なんか、撮影許可を今撮ってくれてる。わざと撮影許可を取ってくれてるってこと。今ちょっと聞いてくれてるんだよ。めっちゃいい人じゃないですか。トムの後俺たちでしょ、許可。今日はトム・官兵衛、ハリウッド、タイガー、ゴリパラ系の下がり方がえげつね。撮影はいいんですけど、はい、話あ全然大丈夫です。できるものが今出払ってるんですいうことです。あ全然ありがとうございます。すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。でも姫路に来たら、お菓子はキネ屋さんです、決めようか。もゴリパラスイーツポイント、なんといっても、人がいいですな。そうですね、はい、いや姫路はいい人多いな。あこれだ。こんなとこ寺あるんだ。ちょっと待って、これほぼ重要文化財ですよ。と清水寺と同じ建て方で家系づく奥へと進みいただいたところにございますのが大高度上行度。600メーターです。何のそんなにいいですね、この音。ごよーんごよーんごよーんじゃないですか。今ここで多分見たいのここなの。うそ、もうええやん、もうここで。さっきもだってすげえ歩いたよ。何あれ、あマイクロで送ってるみたいな。えそれ行こうよ。乗ろ乗ろ。雰囲気を歩いて楽しむとかないですか。そうだ、乗ってきたって。いいね、500円で行けたから。行け、乗ってこい。おじさん大丈夫これ。ゴリさん、ゴリさん話が違うじゃないかよ。今度まで行けるから。本当雰囲気伝わる。これ雰囲気伝わるよ。早くなんかお茶が来てるから。いや雰囲気をさ、これはこう何のために持ってるの。何のためにこれ持ってきたの。雰囲気をさ、これはもうあれだから。危なかったな。結構揺れるね。これはもう歩いとったらもう膝やられてるよ。いや情緒感じたな。これすごくね。本堂かな。何あれすごくない。いやすごい、普通にすごいけど本当タイムスリップだね。うわ、いやこれマジであのキネ屋の店長さんありがとうございますっていう。これここ登るってこと。そっか、こっちがロケ地なの。え、神戸さんはこっちなの。これはちょっと行きたい。え、これ神戸関係ないですか。これは関係ない、向こうやん、撮影したの。神戸関係ないんだったら行かなくていいんじゃない。多分行ってお前が一番リアクションでかいと思うから。斎藤がこの脱ぎ方してるからやばい。本当だ、白鵬をこっちにしてる、お前感じてんな。こういうギリギリのとこの礼儀でやっぱくぐり抜けてきたから。まあいいな、こういう家建てたいな。アメリカのロケ反対もワオって言ったでしょ。おそかです。普通に煙で見えないの。そういうやつじゃない。そういうやつじゃない。すごい風が吹いてる。ゴリパラの火が熱いと思ったらさっきよりローこぼしてる。ローで熱いと思ってた。この裏側にロケ地でっけー。これすごいな。神様にお願いしてるみたいな。いや俺もパワーもらってるの。全てのことがどうでもよくなったな。奥さんの問題とかも、定期預金を切り崩したことも、娘にあんまりストップ全然どうでもよくなってないじゃん。わこれはすごいね。ここすごいね。ほら一番テンション上がってるわ。言ったやん。うおーうおー、これは使うわ。これはアメリカのロケ反対もディスって言うよ。ディス。うわすごい。あ、
トム、トム、ビューティフォー、ビューティフォー、ベリーベリービューティフォー。渡辺謙がおった、もう蘇った、ね、分かった、あのシーンや。どこをどう撮っても映画。神戸さんはそこ通ったんですか、あの2階。これ、それ当時のどれなんとなくこう、蘇りますね、あの時のことが。どん時のこといや、映画見た時のことです。出てた感出してたから。あ、ごめんなさい、ラストさんはアイス食いながら見たなって思います、あの時のことが。あ、じゃあみんなと同じ感情だ。一緒一緒一緒。でも一回は出たいんだよね、俺やっぱハリウッドの作品に。タイガとハリウッド出るよ俺、絶対。写真撮ってもらっていいですか。今夢語ってっから。それは斉藤の夢はともかく、本当に素晴らしいものを見せていただきました。じゃあゴール行こうか。そうね、世界遺産、はい、姫路城行きましょうか。どうしたっすか、これさ。どうしたっすか。すげえ引っ張られてる。ちょっと見つけた。どうしたっすか。多分やけど、ラーメン終わってからの飯のお店を言おう。そうだろ。幕末百個っていうラーメン屋があって。あ、来た。でででででで、すごいよ。トミさん、ここじゃないですか。白崎城。カンベドーン。変身が来ましたよ。ありがとうございます。お写真ありがとうございます。白い、そんなに白いとは思いませんでした。とっても綺麗です。お城大好きな主人も大喜びすると思います。私はお城や歴史には全く興味がなかったのですが、ゴリパラを見ていてだんだん好きになってきました。なるほどね。歴史ウォッチャーのおかげです。歴史ポリスマンだね。ウォッチャーでもあるぞ。確かに、確かに。これからも時代国を問わず歴史ウォッチャー発動してほしいです。ポリスマン、まあ、そうだ。オンエア2人で楽しみにしています。これからも皆さんのご活躍を応援しています。テレビ西の夏祭りも楽しみにしています。ありがとうございました。ありがとうございました。以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。